ジャージーシティにあるエクスチェンジプレイス駅、方々圏、ニューアーク方面行きパストレインは、アメリカ合衆国のニューヨーク州ニューヨーク市と、ニュージャージー州ニューアーク市を結ぶ鉄道。正式名称ザポートオーソリティトランス、ハドソンコーポレーションの頭文字を取って、パスと呼ばれている。路線の全長は 22.2km で、ニューヨークニュージャージー港湾公社が運営している。 パストレイン路線図4つ設定された運転系統のうち2系統が週夜運転でニュージャージーとニューヨークを結ぶ。ラッシュ時及び昼間時は4系統、深夜、早朝時間帯は2系統での運転となる。ワールドトレードセンター仮駅パストレインの歴史は古く、最初の営業運転は1908年2月25日のことであった。この年、パストレインの前身である。 ハドソンマンハッタン鉄道が19丁目駅、工房圏駅間を開通させた。この鉄道の計画立案は1874年に行われていたが、ハドソン川を改作する技術的な問題から工事は1890年に始まった。その後も資金難等の問題があり、計画から開通までに30年以上の歳月を要することになった。その後、 1911年までに、現在の路線網を改良し、ハドソン川対岸の都市とニューヨーク間の連絡輸送の、他、ジャージーシティや、方々圏を起点とする、エリー鉄道やデラウェアラッカワナウェスタン鉄道の、通勤列車の連絡輸送で大活躍した。その最盛期は1920年代の後半で、その後は大強行や、自動車トンネルの整備などにより、乗客が減少。 コスト上昇に対して十分な運賃改定が行えなかったことなどもあり、1954年にはハドソンマンハッタン鉄道は債務超過状態に陥った。利用客が減少したとはいえ、ハドソンマンハッタン鉄道はハドソン川を連絡する重要な通勤路線で債務超過を理由に廃止することはできなかった。しかしながら、この路線はニューヨーク、 ニュージャージー領衆にまたがる鉄道であることから、各自治体の思惑の違いにより、抜本的な対応は1962年にずれ込んだ。この年、ワールドトレードセンター計画を進めていたニューヨーク港湾公社がハドソンマンハッタン鉄道に代わり運営を引き継いだのである。港湾公社は買収したマンハッタンのハドソンターミナルをワールドトレードセンターの敷地として利用し、 マンハッタン南部の再開発を行った。これは再開発に伴う公共交通整備や公共交通維持拡充のための資金確保の方法としては非常に有益なもので利用客の大幅な増加も実現されたのである。2001年のアメリカ同時多発テロ事件でターミナルの一つであるワールドトレードセンター駅は破壊されたが33丁目駅を 使って、仮系統の方々権経由、ニューアークマイナス33丁目線を設定することで、運行は続けられ、2003年11月には、ワールドトレードセンター跡地に仮駅を再開することで、現在に至っている。2009年には、新ターミナルが完成した。ただし、ワールドトレードセンタートランスポーテーション、ハブ全体の完成予定は2015年である。駅は、 長いエスカレーターを降りた先にある自動改札機のさらに下にある。切符はパスの全駅の中にあるブルースマートリンクベンディングマシーンズというスマートリンクカードの自動販売機から購入できる。有効期限は購入後2時間以内となっている。これは24時間営業であり日付制限がなじまないためである。ニューヨーク地下鉄やバスで使用できるメトロカードが使用できるが 片道ギップと往復ギップでしか使うことができない。ありがとうございます。